幸せのマスカットは2021年5月14日に公開された日本映画。監督は吉川晃を、主演は映画単独初主演となる福本理子。岡山県で国内シェア9割を生産しており、ブドウの女王と呼ばれるマスカット・オブ・アレキサンドリアを使った和菓子に出会って魅了された女子高生がいつかは自分が考えた。 和菓子を作りたいという夢の実現に向かって奮闘する様を描く。2019年11月6日から14日まで、米ロサンゼルスにて開催されたアジアンワールドフィルムフェスティバル2019でジャパンデイ部門に選出された本作のワールドプレミア上映が11月13日に行われている。2021年4月22日には東京、 東新橋のスペース FS 潮止めで完成披露会見が行われ、主演の福本理子らが出席した。なお、2021年5月14日の公開日より、ロケ地となった岡山県の上映館4館では、本編開始前に、福本理子、長谷川初則、竹中直人の舞台挨拶風コメント動画が上映された。本作の撮影は、 2019年5月25日から6月6日にかけて岡山市を中心に総社市、倉敷市など岡山県でのオールロケにより行われた主なロケ地参照。プロデューサーの庭はアジアンワールドフィルムフェスティバル2019での上映後に撮影の1年前に脚本の取材に岡山入りした際に実際の水害の話を伺い当初考えていたストーリーから 大幅に変更させて今の作品に行き着いたと解雇している。また、主演の福本は私が演じた相馬春奈は何度くじけても明るく輝く太陽のような女の子です。初めての単独主演をこの作品で務められたことを嬉しく思います。とコメントしている。なお、本作は岡山を拠点に世界各地で店舗を持つ 和菓子の総計限吉兆案が全面協力している。北海道から修学旅行で岡山に来ていた高校生、相馬春菜は病気の祖母のお土産にブドウの女王と呼ばれるマスカット・オブ・アレキサンドリアを購入しようとしたが財布を落としてしまい諦める。春菜が代わりに見つけたのが陸の宝珠というマスカット・オブ・アレキサンドリアを丸ごと一粒包んだ和菓子だった。 春るの手元に残っていたお金で買えたのは、このお菓子二つだけだったが、祖母がすごく喜んで食べてくれたことに春るは感動し、その和菓子を製造している岡山の老舗和菓子メーカー、総家元吉祥庵に就職をした。平成30年4月のことである。笑顔を忘れない、元気な春るだったが、研修中は、どの部署に行っても、失敗ばかりで、 困った会社は、どう農家の秋吉紳介のところにどう作りの支援のため春菜を派遣する。助けなど必要ないから来なくていいと紳介に言われながらも負けずに頑張る春菜は、同じどう農家の屋敷、達也の応援もあって、次第に紳介との距離を縮めていく。だが、10年前に交通事故で亡くなった紳介の一人息子、太郎のどう園を続けるかどうかで紳介と揉めて、 もう武道園には来なくていいと言われてしまう。仕事もうまくいかず、落ち込んだ春菜に、姉の行江が北海道に戻るよう進め、春菜は会社を辞めて故郷に帰るか迷う。そんな時、岡山県を西日本豪雨の災害が襲った。春菜は、新助の武道園のことを心配し、駆けつける。人事部、春菜の先輩社員新入社員作品中で、相馬春菜が、 太郎さんのマスカットとして発案し、イラストに描いた可愛らしい和菓子が幸せのマスカットとして実際に商品化され、2021年4月22日から販売されている。なお、春菜を演じた福本理子が映画を見て美味しそうだなと思った方が本当に食べられるし、お店で和菓子から見た方にはこんな映画があるんだ。見に行こうと思っていただける。 ふわふわで美味しい幸せのマスカットもぜひ楽しんでいただきたいですとコメントしている。カテゴリー日本のドラマ映画ありがとうございます。